オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供フランス365最新ニュースへようこそ。こんにちは、アンサンブルスタッフよしこです。本日もフランス365フランス最新ニュースの時間が参りました。どうぞ最後までお聞きください。番組は2部構成でお届けします。第1部は6月第1週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第2部は第1部で取り上げたニュースの中からアンサンブルスタッフが選ぶ最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それでは6月第1週目にフランスで注目されたニュースを順番にご紹介します。第4回世界最優秀フロマジェコンクールで日本人が3位。6月2日日曜日、フランス中部に位置するトゥールで第4回国際チーズ乳製品見本市が幕を開けました。初日に行われたチーズを扱う職人であるフロマジェの世界最高峰を決める世界最優秀フロマジェコンクールで日本人が見事3位に輝きました。2040年の化石燃料車販売終了に向けて協議が始まる6月3日月曜日、2040年に予定されているフランス国内でのガソリンやディーゼルなどを燃料とする化石燃料車の販売終了を定める法律制定に向け、国民議会で審議が開始されました。国の主要な産業である車製造業の大改革で、最大で34万人に上ると見られる雇用の創出をいかに食い止められるかが審議の争点になると見られています。ディズニーランドが虹色に、史上初の公式、LGBTQ イベントが開催される。6月1日土曜日、パリ北東部に位置するディズニーランドパリで、レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、クイア、もしくはクエスチョニングの頭文字である LGBTQ への理解を深めることを目的としたプライド月間に合わせて、1日限定のイベントマジカルプライドが行われ、パーク全体が性の多様性を表したレインボーカラーに染まりました。ノルマンディー上陸作戦75周年、米仏大統領で記念式典。6月6日木曜日、マクロン大統領はアメリカのトランプ大統領、イギリスのメイ首相、イギリス王室など多くの国賓を招き、ノルマンディー上陸作戦75周年記念式典を行いました。続きまして、アンサンブルスタッフがこの中から最も注目すべきニュースを日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。今回はノルマンディー上陸作戦75周年、米仏大統領で記念式典です。今年で75周年を迎えたノルマンディー上陸作戦ですが、同じ日の6月6日、上陸作戦が行われたオマハビーチがあることで知られるコルビーユ・シュールメールのアメリカ兵墓地で記念式典が開催されました。式典には作戦や第二次世界大戦に参加した退役軍人150名以上を含む約1万2000人の招待客が参加しました。これら退役軍人のうち45名はノルマンディー上陸作戦の生存者で、その多くはすでに100歳前後となっています。
今回の式典は昨今の国際情勢でフランス・アメリカの関係が緊張を深めている中での開催となりました。トランプ大統領は昨年、イランが2015年にフランスを含む6カ国と結んだ核合意から離脱を表明し、1年にわたりイランに経済制裁を加えたことにより、イランとの緊張が高まるなど、安全保障問題で EU との対立が深まっています。環境問題では、パリ協定から離脱、さらに昨今の米中貿易戦争により、EU 及び世界経済への悪影響が懸念されています。マクロン大統領は演説で、自由な人々の結束を揺るがしてはならないと、国連や北大西洋条約機構の重要性を強調し、自国第一主義のトランプ大統領に釘を刺す一面も覗かせました。演説の最後には、退役軍人の皆さん、私たちはあなた方のおかげで自由を手に入れました。フランス国民を代表し、ただただありがとうと言いたいと、英語で感謝の意を表しました。また、参加した退役兵のうち5名に、フランスに大きく寄与した人に贈られるレジオンドヌール勲章を授与しました。トランプ大統領は、アメリカの誇りと退役軍人たちを称賛し、アメリカとその同盟国との友好関係は破壊不可能と、9387名の兵士が眠るアメリカ兵墓地で結束を表明しました。フランスの各メディアでも、式典の数時間は両国大統領の意見の不一致は忘れられたかのようだと報道されています。米仏式典の前には、翌日7日に退任するメイ首相を招待して行われたフランス・イギリスの記念式典がベールシュールメールで行われました。マクロン大統領は、自由をもたらしてくれた人々への記憶が忘れ去られることがないようこの地に英国兵士の記念館を設立することを発表し、フランスとイギリスの友好関係を再確認しました。大統領は演説の中で、個人的に私の友情を伝えたい、信頼して共に仕事ができたと辞任するメイ首相への配慮を示しました。メイ首相は自らの辞任には一切触れず、設立が決まった英国兵士の記念館への感謝の意を表するとともに、ノルマンディ上陸作戦に参加した15万人のうち、8万3000人の英国及びコモンウェルスの兵士たちの勇気を称え、自由のための戦いが行われた歴史的な場所にいることに感無量ですと最後の演説で述べました。今回はマダム加藤にご執筆いただきました。マダム加藤、ありがとうございました。ただいまご紹介した内容をアンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文はフランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では、早速お聞きください。Les présidents français et américains célèbrent le 75e anniversaire du débarquement. Le 6 juin était le 75e anniversaire du débarquement en Normandie et une cérémonie commémorative a eu lieu au cimetière militaire américain de Colleville-sur-Mer, ville connue pour sa plage d'Omaha Beach, où a eu lieu le débarquement. Environ 12 000 invités, dont plus de 150 anciens combattants ayant participé aux opérations
et à la Seconde Guerre mondiale ont assisté à la cérémonie. 45 de ces anciens combattants sont des survivants des opérations du débarquement en Normandie et beaucoup ont déjà environ 100 ans. Il faut aussi remarquer que cette cérémonie a eu lieu alors que les relations franco-américaines sont sous tension à cause de certaines affaires internationales récentes. Le président Trump a annoncé l'année dernière qu'il abandonnait l'accord nucléaire conclu en 2015 entre l'Iran et 6 pays, dont la France, et avait imposé des sanctions à l'Iran au cours d'une année. Le conflit avec l'UE s'intensifie. Ainsi, les conflits avec l'UE s'aggravent sur les questions de sécurité. En ce qui concerne les questions environnementales, le retrait des États-Unis de l'accord de Paris et l'impact de la récente guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine sur l'UE et l'économie mondiale sont notamment inquiétants. Dans son discours, M. Macron a lancé « Nous ne devons jamais cesser de faire vivre l'alliance des peuples libres », citant en exemple les Nations Unies, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, lançant ainsi un avertissement au président américain dont le slogan est « L'Amérique d'abord ». À la fin de son discours, il a exprimé sa gratitude en anglais. « Vétérans, nous savons ce que nous vous devons, la liberté. Au nom de mon pays, je veux simplement vous dire merci. » Il a ensuite fait chevalier de la Légion d'honneur 5 vétérans présents qui ont grandement contribué à la France. Le président Trump a félicité les anciens combattants, les qualifiant de la fierté des États-Unis et a exprimé sa solidarité au cimetière américain où reposent 9387 soldats. Les liens entre les États-Unis et leurs alliés sont indestructibles. Les médias français ont rapporté que pendant ces quelques heures de cérémonie, c'était comme si les désaccords entre les deux présidents étaient oubliés. Avant la cérémonie, une autre cérémonie commémorative franco-britannique s'est tenue à Ver-sur-Mer avec le Premier ministre May qui prendra sa retraite le 7 juillet. Le président Macron a reconfirmé l'amitié entre la France et la Grande-Bretagne en annonçant la création d'un mémorial britannique pour les soldats
britannique en ce lieu et s'exprimant comme suit. La France n'oublie pas tous ses combattants à qui elle doit de vivre libre. Il a également salué Theresa May. Sur le plan personnel, je tiens à dire à Theresa May toute mon amitié et à évoquer son plaisir d'avoir travaillé en toute confiance. La première ministre britannique n'a pas parlé de son prochain départ. Elle a préféré rendre hommage au courage et au dévouement des 156 000 hommes, dont 83 000 du Royaume-Uni et du Commonwealth. Selon ses dires, il est extrêmement émouvant de se trouver ici aujourd'hui, de regarder par-dessus les plages où eut lieu l'une des plus importantes batailles pour la liberté dans les annales de l'histoire. セバスチャン先生、ありがとうございました。二度と戦争を起こさないためにも、世界大戦の歴史を振り返り、新しい世代に受け継いでいくことの大切さを改めて痛感いたしました。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いて、もっとフランスに興味を持った、フランス語を勉強したい、そう思われた方は、オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセをご検討ください。アンサンブルでは、経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語レッスンが、1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日、世界中どこでも受講できます。アンサンブルが独自に行った調査では、96% の生徒様がフランス語のレベルが上がったとお答えいただいております。アンサンブルの講師は、日本語、英語が堪能な講師も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに、会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容は、ディクテ教科、発音教科、翻訳教科、そして会話教科という4種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしております。この番組を確実にお届けするための方法として、iTunes や Podcast のアプリの購読ボタンを押せば、自動的に配信されますので、ぜひ、購読するのボタンを押してください。また、オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは、毎週金曜日をめどに、フランス語学習をメインテーマにしている番組、アラカフェットも配信していますので、ぜひ、合わせてご視聴くださいね。そして、この放送を聞いてくださったあなたに、素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前、フランス365を聞きました、と明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座、約1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それではまた次回の配信でお会いしましょう。